NATO 北大西洋条約機構の国防相会合が開かれ、ウクライナ侵攻を受け、ロシアに近いヨーロッパ東部での防衛体制を大幅に強化する方針を示しました。Russia's aggression is a game changer, so NATO must maintain credible deterrence and strong defense.NATO の国防相会合は16日、ベルギー・ブリュッセルで閉幕しました。国防相会合はロシアの脅威を念頭に、ヨーロッパ東部に展開している多国籍部隊の規模を大幅に拡大するほか、機動力を高める方針を確認しました。また、ウクライナに対して重火器などさらなる武器の支援を行うと発表しました。今回協議した内容は、今月末にスペインで開催される首脳会談で採択される見通しです。